ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今日もとりあえずは勉強が終わったので、早速動画を撮っているところです。今回紹介するのは、ファーウェイの P10 Plus というスマホです。P10 Plus は昨年発売された P9 Plus の後継モデルにあたる機種で、まあ後継モデルとは言っても、実は去年の P9 Plus というのは国内では発売されていなかったので、このプラスというシリーズが国内に発売されるのは今回の P10 からになります。簡単にスペックを紹介すると、CPU がキリンの960、ディスプレイは 5.5 インチの 2560×1440 ドットで、RAM が 4GB、ROM が 64GB となっています。そしてバッテリーは 3750mAh で、この P10 Plus というのは、ファーウェイの P シリーズの中でも特にカメラにこだわっているモデルで、メインカメラについては従来通りデュアルレンズになっていて、カラーの方が1200万画素、モノクロの方が2000万画素となっています。もう説明する必要はないと思いますが、このファーウェイの P シリーズっていうのはカラーセンサーとモノクロセンサーを組み合わせたデュアルレンズになっています。インカメラの方は800万画素になります。レンズについては毎回おなじみのライカのレンズが搭載されています。ファーウェイのスマホで比較的最近発売されたモデルの中でデュアルレンズを搭載するモデルというと、昨年末に発売された Mate 9、それから最近発売された P10 と今回ご紹介する P10 Plus があります。この3つのモデルの中でも P10 Plus に搭載されているレンズは特にいいものが搭載されていて、F 値は 1.8 という非常に明るいレンズが搭載されています。そしてカメラモードにこだわっているモデルだけあって、カメラのモードの中にプロモードっていうのが搭載されていて、ここからローデータで写真を保存する設定を行うことができます。まあローデータっていうと簡単に言うと現像前のデータみたいなもんなんですが、ヒストグラムなんかをちゃんと設定して撮っておけば、パソコンのソフト上で現像する際に色合いなんかはなんとかなってしまうので、ローデータが好きな方はこの P10 Plus はかなりおすすめできるのではないかと思います。ただ注意点としては、先日の P10 の動画でもご紹介しましたが、やはりあくまでスマホのカメラですので、高級コンデジだとかミラーレス一眼なんかと比べると画質は圧倒的に劣りますので、いい写真が撮りたいという方はもうスマホに投資するのではなくて、素直に別にカメラを買った方がいいと思います。気になる価格ですが、 P10 Plus は約7万2000円です。 SIM フリーとして提供されるスマホの中では高額の部類だと思います。デュアルレンズを搭載したカメラが欲しいのであれば、もう昨年12月に発売された端末で Mate 9というのがありますので、そちらの方がおすすめかもしれません。 Mate 9は5万3000円で、実は CPU だとかほとんどのスペックが P10 Plus と同じです。ですのでこの2万円の差を考慮すると、やはり Mate 9の方がかなりコストパフォーマンスが高いと思います。もっとコストパフォーマンスを重視するのであれば、P10 Lite という選択肢もあります。 P10 Lite はデュアルレンズは搭載されてないですが、約3万円でそこそこの性能がある端末ですので、すでにカメラを持っていて、スマホはもう普通のスマホとしての用途でしか使わないというのであれば、 P10 Lite を購入するというのも堅実な選択肢だと思います。いろいろ話してきましたが、今回は以上です。 P10 Plus の他に Mate 9やP10 Lite などその他のスマホについても概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。